に町があるなんて驚きなのじゃ。私の知らないブラスティアがたくさんある。ブラスティアを作った民、どうやら本当ってことか。そうね、こんなブラスティアを見せられればその話も信じられるわ。お嬢ちゃんの力を何とかする方法、ここで案外さらっと見つかったりして。そうだったらいいんですが。動いてないね。コアがない、コンテナだけだわ。この町はブラスティアを捨てたの。ここにあるのはみんな大昔のガラクタよ。どういうこと？それがわしらの選んだ生き方だからじゃよ。お久しぶりね、長老様。外が騒がしいと思えばお主だったのか。戻ったんじゃの。この子たちは私と一緒に旅をしている人たち。おう、これはブラスティアですな。ああ、ボーディーブラスティアを使ってる。ふん、わしらと同様、地上のものももうブラスティアは使うのをやめたのかと思うていたが。ここのブラスティアも特別な術式だから使ってないんです。ブラスティアに特別も何もないじゃろ。そもそもブラスティアとはアパティアを砕き、そのかけらに術式を施してコアとし、エアルを取り込むことにより。ちょ、コアがアパティアを砕いたものって？さや、そう言われておる。アパティアの力はそのままでは強すぎたそうな。それでなくてもいかなる宝石よりも貴重な石じゃ。だから砕き術式を刻むことで力を抑え、同時に数を増やしたんじゃな。コアとはそうして作られたものと伝えられておる。皮肉な話だな。うん、ブラスティアを嫌うエンテレケイアの生み出すアパティアがブラスティアを作り出すのに必要だなんて。フェローがアパティアの話をしなかったのは触れたくなかったからかもね。長老様、もっといろいろ聞かせてもらいたいの。俺たちはブラスティアが大昔にどんな役割を演じたか調べているんだ。もしそれが災いを呼んだのなら、どうやってそれを収めたのかも。ミョルゾには伝承が残ってるんだろ。それを教えてくれないか。うん、いいじゃろ。ここよりわしのうちにうってつけのものがある。勝手に入って待ってなされ。のよい、どこ行くのよ。日課の散歩の途中なのでな、もう少ししたら戻るわ。アパティア、ブラスティア、エアルの乱れ、エンテレケイア、いろいろつながってきやがった。伝承ってのを聞いたらもっといろいろつながってくるかも。長老様の家は屋根の色が違う、あの大きな建物よ。わかった。パーティー行くわよ。おう、行くのじゃ。ジュディ姉は昔ミョルゾに住んでたのか？ええ、子供の頃にね。どんな子供だったのじゃ？少し人見知りで甘えん坊だったかしら。人見知りで、僕イメージ湧かないんだけど。想像の限界を超えてるな。みんなからは変わった子だって言われてたわね。ああ、だよね。あの変わった人たちに変わってるって言われる子供だったんだね。ジュディは子供の頃からジュディらしかったんだな。あなたたちの私に対するイメージについて詳しく聞いてみたいわね。
に勝手に入っていいんでしょうか。本人が入って待ってろって言ったんだからいいでしょう。やっぱりクリティアの人ってなんか変わってるよね。のほほんとしてるというか、マイペースというか。おかしな人たちでしょ。ジュディスもなんとなく似てるけどね。おかしいわね。ずいぶん違うと思うのだけれど。パティもノリが合いそうだね。それじゃあここに住むのもいいかもな。ただいま。あ、おかえりなさい。待たせたの。それじゃあその奥に行くとよい。これこそがミョルゾに伝わる伝承を表すものなのじゃよ。でもただの壁だぜ。ジョディスよ、ナギーグで壁に触れながら、こう霧の間に間に浮かぶ夢の都。霧の間に間に浮かぶ夢の都、それが現実の続き？これは。ほう、ナギーグってのはこんなこともできんのね。ナギーグを知ってなさるか。この力と口伝の秘文により、この壁画は真の姿を表すのじゃ。なんか不気味な絵だね。クリティアこそ知恵の民なり、大いなるゲライオスの礎、いにしえの世の酒火となり、されど賢明ならざる知恵は災いなるかな。我らが手になるブラスティア、天地に恵みをもたらすも、星の地なりしエアルを汚したり。やっぱり、リタの言った通り、エアルの乱れは過去にも起きていたんですね。こいつがエアルの乱れを表しているのか。世界を食べようとしてるみたい。はあ、大量のエアルが世界全体を飲み込むかのようだったという。エアルの汚れ、こうじて大いなる災いを招き、我ら恐れもってこれを星はみと名付けたり。星はみ。ここに世のことごとく一丸となりて星はみに挑み、忌まわしき力を消さんとす。ねえ、ひょっとしてこれエンテレケイアを表してるのかな。魔物みたいなのが人と一緒に化け物に挑んでるように見えるね。結果、古代ゲライオス文明は滅んでしまったが、星その点はわしらがこうして生きていることからも明らかじゃな。要するにこの絵はその星はみを沈めてる図ってこと？これは何じゃ？大きな輪っかみたいね。何これ？さあの、何じゃろうの。最後なんて書いてあるの？ジュディ、世の祈りを受け、満月の子らは命燃え発、星はみ虚空へと消え去れり。なんだと。世の祈りを受け、満月の子らは命燃え発。かくて世は流れたり、されど我らは罪を忘れず、ここに世よ語り継がん。アスール240。どういうこと？個々の言葉の全部が全部何を意味しているのかまでは伝わっておらんのじゃ。とにかくブラスティアを生み出し、一つの文明の滅びを導くこととなった我らの祖先は、ブラスティアを捨て外界と関わりを断つ道を選んだとされておる。エステル！ほっといてやれ。ミョルゾに伝わる伝承はこれで全てじゃ。ありがとな、じいさん。参考になった。
あ、もっと参考になるどんな料理も美味しくなる幻のキュウリの話があるのじゃが。結構よ。それよりどこか休めるところを借りてもいいかしら。仲間が落ち着くまでしばらくお世話になりたいのだけれど。あ、ならば隣の家を使うとよい。今は誰も使っておらんでの。助かるわ。行きましょう。長老の話、全部本当のことなんだよね。壁画の解釈に間違いがあるかもしれないけれど、言葉と壁画を照らし合わせると説得力はあったわ。フェローに話を聞いた時点で問題が世界規模だってことは分かってんだ。あいつはこれを見た俺たちがどう反応するか、それを分かった上で時間をくれたんだろうな。所詮人間ごときに対処できる事態じゃないとでも思わせたかったのかね。そしてあの子のことを諦めさせる。これじゃフェローの思惑通りじゃない。私そんなの絶対に認めない。認めてたまるか、諦めてたまるか。世界の災い、星はみか。あの伝承からだと前に星はみが起きたのは満月のこの力が原因とは言い切れないもんだったけどよ。世の祈りを受け満月の子らは命燃え発ってのは、星はみの原因の満月の子の命を絶ったことで危機を回避したとも取れるわ。でもさ、僕たちが確実に原因になってるヘルメス式ブラスティアを止めればいいんだよね。ヘルメス式だけじゃないかもな。あの伝承からだと全てのブラスティアがエアルを乱してるって感じだった。違うか、リタ。長老、ブラスティアに普通も特殊もないって言ってた。つまり違うのは術式によって扱うエアルの量の大小のみってことだと思う。俺たちが使ってるこいつもか。うん、ボディブラスティアは特殊だけど、術式によってエアルを用いる以上どのブラスティアも同じよ。それに術技はどの道エアルを必要とするもの。多分ヘルメス式も満月の子も本質的には危険の一部でしかない。ブラスティアの数が増え続ければ遅かれ早かれ星はみが起こる。エンテレケイヤはそれを恐れてるんだわ。やっぱそうか。認めたくなかった。悪いのはブラスティアじゃない。悪いことに使ってる奴が悪いんだってそう信じてた。でも違った。じゃあ全部のブラスティアを止めなきゃダメなの？このミュルゾの人たちみたいに？それじゃブラスティア全部捨てればいいのじゃ。船もオールで焦げなのじゃ。そりゃ無理な話だ。ブラスティアはもう俺たちの生活にはなくてはならないものだぜ。シルトブラスティアやアクエブラスティアとか、もちろんボーディブラスティアもな。確かにな。無理なのかな。実際こいつがないとすげえ化け物とかの相手は無理かもしれない。そうだよね。ブラスティアを使ってもエアルが消費しなければ良いのだけど、夢物語なのかしらね。リゾマータの公式。なんだそれ。あらゆるものはエアルの消化、
還元、構築、分解により成り立ってるんだけど、そのエアルの仕組み自体に自由に干渉することが可能になるはずの未知の理論が予想されてるの。それを確立するために世界中の魔導士が追い求めてる現代魔導学の最終到達点よ。それがリゾマータの公式？確立されればエアルの制御は今よりずっと容易になるはず。もちろんエアルから変換された力をまたエアルとして再構成するような未知の術式が必要だけど、でも現にエステルの力はエアルに直接干渉してる。リゾマータの公式に一番近い存在なのはエステルなのよ。公式でエステルの力に干渉して相殺すれば、あるいは、なんだかよくわかんねえが、その公式ってのにたどり着けばエステルは安心して生きてけるってことだな。増えすぎたエアルも制御できれば星はみを招くこともなくなる理屈ね。すごいよ！難しいけど、すごそうなのじゃ。で、その世界中の学者どもが見つけられない公式ってのを探すっての？それこそ夢物語でしょう。絶対たどり着いてみせるわ。エステルのためにも、私のためにも。そうかい。あれ、どこ行くの、レイブン？散歩よ。世界を救うとか、魔導学の最終到達点とか、話が壮大すぎて、おっさん、ちっとついていけないわ。公式もいいけど、こうしている間にも、エアルの乱れは大きくなっているわ。そうだな。とにかく、ヘルメス式ブラスティアを作ってるやつ見つけ出さないと、本当にフェローの言う通り手遅れになっちまう。それこそどうやって探すのよ。アパティアを狙ってる連中、そいつらを追えばたどり着く。コアはアパティアからできるんだからな。フレインやナンたちだね。ああ。戦うことになるのかな。向こうの出方次第だな。何？ここに何か文字が。キネスプラスティア、つまりそいつで誰かがミョルゾから出たのか。そういうことになるわね。でもここのブラスティアは全部捨てられて動かないものではないのかな。ええ、そのはずなんだけど。うん、なんとブラスティアが動いているとは、これは一体何事かね。誰かが町を出たみたい。エステル、エステルはどこ？おっさんもどこ行ったんだ。え、まさか二人が、どういうことじゃ。ここのブラスティアは皆肝心のコアをとうの昔に失ったものばかりのはずじゃが、外からコアを持ち込んだのよ。調整なしにただ装着したって動くはずないんだけど、エステルなら別かもしれない。エアルに直接干渉できるのなら、コアの術式に合わせてエアルを再構成することもできるかも。でも一体どうして。長老様、私たちの仲間が町にいないか、みんなで探してもらえないかしら。うん、いいじゃろ。俺たちも探そう。こんなことならエステルを一人にするんじゃなかった。何もできなくても思い詰めたあの子のそばにいてあげるんだった。別にお前の責任じゃねえんだ。自分責めてたってエステルは戻ってこねえぞ。分かった。
ってるわ。レイヴンもどうしちゃったんだろう。彼、少し様子がおかしかったから。そもそも二人は一緒なのかな。別々にいなくなったってことはさすがにねえだろう。けど、どうして二人だけで。今さら疑いたくはねえけどな、レイヴン。
やっぱり二人ともどこにもおらんの。一体どうしちゃったんだろう。とにかく降りて探さなきゃ。降りてと言っても世界は広いのじゃ。何、二人とも散歩かもしれないぞ。僕たちに黙って街を出る散歩？そんなわけないよ。ま、死ぬ気で頑張るのは生きてる奴の特権だわな。死人や信念も覚悟も。出ろ。いいところだったんですがね。騎士団長直々なんておっさん何者だよ。なんで今になって思い出す。なんか嫌な予感がしやがる。早く追っかけよう。気持ちはわかるけれど、とにかく落ち着いて。あんた、心配じゃないの？心配よ。だからこそ落ち着いて考えなきゃ。ね。そうね。うん、わかった。ごめん。何かいい方法ないか？そうさの、ミョルゾの主なら何かご存知かもしれんの。エンテレケアだものね。ブラスティアのエアルの流れを感じ取っていたかも。聞いていたでしょ？教えてもらえるかしら。なんとなくの方角でしか。西の方、砂の海、町？もう一つはっきりしないけど、砂漠の町、多分ヨウム源の方だと思うわ。前にデュークと会ったコゴール砂漠の町だね。砂漠の、あんな何もない町に何しに行ったのかな。すぐに向かおう。行くのかね。ええ、何も辛い役目を負うことはない。もう良いのではないか。ありがとう長老様。でも私今辛くなんてないのよ。ん長老様も外界に出てみればわかるかも。